はい、皆さんおはようございます。渡辺隆です、今日はね、4月の27日、土曜日で今朝の買い出しを終わって店に来て、まあどうしても喋りたいことがあるんで、私ねネタが尽きないんですよ。なんか物言いなんでしょうね。しょうがないですね。週末の話題をざっと話しましょう。まずオハイオで、黒人の人がまた警察官に押さえつけられて死んだと。これね毎回言うんですけど、逃げるなってね、それだけですよ。逃げなければ死なないんですよ。でまあこれね本当にまた起きますよ。だからもうとにかく逃げちゃダメ、もうそれだけです。向こうも必死ですよ、ね、逃げる人も必死、抑える人も必死、ね、これはもう単純な話です。でこれでね人種差別がガタガタ言ってもしょうがないんですと私は思います。はい、2番目、昨日話したね、日銀 の利上げ のことなんですけども、これ私前言わなかったんですけども、実は日銀はですね株の支え、下支えもやってたんですね、アベノミクスの一環で。でそれが日経平均が1万円ぐらいの時からずっとね株を支えていたわけですよ。でそれがね今ですから、単純な話ね、今当時日経平均1万円で今4万円になってるわけですよ。ですからまあ4倍弱になってるんですね。ということは、30兆円を突っ込んで今ね多分ね70兆円近くなってるはずなんですよ。で計上するときにはボカって言って買った値段を書くんですよね。だから含み益が30兆円以上あるんです、日銀で。これがね東京プライムですか、東京プライムっていうのは前のなんか東証一部上場の会社みたいですけど、それの 7% です。ですから東京プライム市場の 7% は日銀が持ってるわけです。だからこれをねうまいこと使っていけば、ね、国債の金利が高かろうが利上げしてもこれでうまいこと相殺できるんです。じゃあそれなんでやらないんですかっていうことですね。ここに一つの疑問があるわけです。でこういうことはあんまり人に言わないですよね。はい、そして2番目にね円安な、今なんかゴールデンウィークでね、78万人が海外にもう今行ってるらしいですけども、昨日の、終わり値って言いますか、それがね158円、40銭ですね。非常に高いです。今年の頭140円だったんですよ。それ考えたらものすごい円高な円安になってるんですね。で銀行で空港の銀行で両替するときにはさらに2円か3円ぐらい高いんです。だから今日本の空港で海外に行くので、はいすみません変えてくださいって言ったら162円ぐらいになってますんです。で実際に、3万円を米ドルに変えた人がいて、それは2日前のニュースですよ。189ドルでした。だから逆に言うと今189ドル持っていけば日本で3万円になるんですよ。だからすごいじゃないですかね。はい、それであとは何を話すかって言いますと、この前昨日喋ったその福岡さんの話で、通貨をねじゃあどうしましょうかということで、一番安全な通貨は何、どこの通貨でしょうかって言ったら、まずスイスフランが来るんですけども、次にオーストラリアドルを彼は勧めてましたね。でそれは何かというと、オーストラリアっていうのは他の国とずっと離れてるんで地政学リスクが低いんですよ。だから戦争が起きてもあそこまで攻めに行く人はまずいない。だからそういう面では安心。そしてオーストラリアは、鉱物資源があります。天然資源があります。それから産業もあります。ですから単純な話、自給自足ができて食うに困らないから安全ですよ。そういう面では米ドルよりも安心ということです。はい、ですからその人曰く一番いいのは米ドルを持ち、オーストラリアドルも持ち、ユーロも持ってくださいと。外貨預金はこういう3本立てでいってくださいねっていうことを言ってるわけですね。はい、それからですね
不動産は上がるんですかって、上がれるんですかっていうふうなあのコメントをいただきまして、あのそれは多分3日前に書いたあの家を売った人の収支というのでコメントがあったと思うんですけども、アメリカの不動産基本的に上がっていくと思いますよ。ただ一回クラッシュ起きるでしょうね。というのがあの2005年かなか6年かな、あのサブプライムローンってありましたよね。あの時に一回マーケットクラッシュしてるんですよね。でひどい時確かマイアミのねコントとかあとフェニックスなんかもガーン上がったのが多分半値まではいかないけども 30%40% 下げたと思いますよ。で私の家も実際にねあの、2005年に43万ドルで買ったのがあれはね2010年ぐらいに売ろうとしたのかな、確かね39万ドルぐらいってあの下がってましたね。まあ売らなかったんですけどね。であの家が上がる理由っていうのは2つあって、家の値段ですよ。一つはあの買う層が今どん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 上がってきてるからです。その人口の多い層ですね。だから慢性的なその住宅供給不足がアメリカにはあるわけです。もうこれはずっと前から言われてることです。でもう一つの理由はあの建築資材の高騰です。だから今まで例えば50万ドルでできたうちが今もう80万ドルぐらいしかできないんです。だからそれはこのレストランも同じで、例えばそのレストランのねあの冷蔵庫とかね、そういうのも全部値段がね 1.5 倍場合によって2倍になってますね。だからそういう面でやっぱり全てのコストは上がってるわけです。だから給料は上がらないといけない。で日本の話に戻るとあの賃上げしないと物価高に追いついていけない、これいつも言ってることですけども、あの実質賃金の目減りをね防がないといけない。でそのためにはどうするんですか、あのだから賃金を増やすにはどうするんですかって、もう価格転嫁するしかないんですよ。例えばあの今までね、これを1000円で下ろしてました、ごめんなさいあの1050円になりますよ、で買う方もはい分かりましたね、それを受け入れないといけない、でそれを1100円で、あごめんなさい1100円で売りゃいいわけですよ、ね、だからあのデフレの時はみんなが痛みを分けたんですけども、今度インフレになるとみんながちょっとずつ取っていきましょうよっていう、それでいいと思うんですよ。そうしないと、で日本の賃金が上がっていかないと、あの例えば東南アジアからね、じゃあ今から日本の人口がどんどん減っていくのに東南アジアから人を呼びましょうって誰も来ないですよ。今実際も韓国の方が 10% ぐらい賃金が高いんですよね、残念な話。だから今からね、なんかね、あの日本のその、あの労働生産人口がどんどん減っていくらしいですね。というのが、今の10代の人の人口が今の50代か60、50代かなの人の人口のもう6割しかないんです。で、20年後その人たちが全部引退します。で、その10代の人が30代になります。もうすでにそこでぐっと減るわけですよ。だからどっかから人入れるかロボットにするか何かしないといけないんです。だからいろんな問題がね、日本は今から起きてくるんです。だからもう本当大変です。ですからまずそのためには賃上げ、国際水準に持っていくことが大事です。はい、以上でした。皆さん、良い週末をお過ごしください。